ちの父親との思い出は、まあ、ずっと野球をやっていたので、やっぱり本当に小学校中学校高校とずっと野球を教えてもらったっていう、まあ、すごい厳しかったけど、まあ、今となってはすごい感謝してるかなっていう、そんな思いです。母親は、まあ、一番味方で生きてくれた存在なのかなと思います。まあ、いい時も、いい時も悪い時もずっと、まあ、味方で言ってくれたかなと思います。なんかどんな時でも多分一番母が結婚して苦労してたと思うんですけど、今となってその大変さとかすごく分かるようになりましたし、本当に一番苦しかった時でも、まあ、父もそうですけど、子供の前では絶対にそういう姿を見せなかった。私と弟の前ではずっと笑顔でいてくれて、ここにも書いたんですけど、このすごくあったかくて子供に対しての愛情がすごくて、本当に私は両親の子供に生まれてきてよかったなっていうのをすごく実感しています。弟は、まあ、5つも離れているので、すごく可愛いし、どうなんだろうねなんか弟のようで、なんだろう、彼氏のような感じで、でもすごくしっかりしているのでなんか相談もしやすいし、すごく頼りになる存在の人です支えてもらってます。いつもありがとうございます。僕は、まあ多分同じようなことを思っとると思うけど、お互いの家族のようになれたら一番いいかなって思います。同じです。まあ家族は家族の雰囲気とかは違うけど、まあ楽しい家族かなっていうのは同じだと思うので、まあ楽しい家庭になれば一番いいかなと思います。はい、なんだろう、まあ同じ思いなんですけどお互いの家族のように明るい家庭を築いていけたらいいなと思います。 I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. Cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around.大事に育ててくれたんだなっていうのがやっぱりより分かったので、もっと自分自身頑張らないといけないなっていう気持ちにはなりました。何があっても子供のためにといろいろ頑張ってくれてたので、
私のことを思って今まで育ててくれたんだなっていうのを改めて実感しました。ありがとうございます。今まで育ててきてもらった両親と家族への感謝の気持ちを込めて作った時計なので、大切に使ってもらえればなと思います。